宮古バス石巻営業所建屋。2011年2月竣工宮古バス石巻営業所は、宮城県石巻市東中里一丁目一の一に、ある、宮古バスの営業所。統合前は、宮古石巻バスの本社営業所であった。河南線河北線石巻専修大学線、門脇山下線中里線石巻免許センター線。 女川線、和馬線、あゆ川線、石巻、日赤線、蛇田線、石巻、渡の葉線、石巻、市内周遊線、女川町内線、十三浜線、五月線、女川線、物う線、三陸線、日赤、渡の葉線、渡の葉線、小木の浜、地区住民バス、石巻、市、小木の浜、地区住民バス、石巻、仮設住宅、循環線、特急、仙台、石巻線では、三菱、日野、須津が使用され、 宮城交通からの移籍者のほか、新車も投入されている。一般路線バスは2019年9月末時点では、すべて中型バスと小型バスで運行され、三菱、日野、椅子図の3メーカーの車両が在籍している。震災復興支援のためと A バスから移籍した、日野中型車が主力となっているが、名鉄バス、京王バス、立川バスから移籍した車両や、 自社発注の車両もある。また一台は震災復興支援のため新規バスから移籍した中型ノンステップ車で車名を書き換えた以外は車両内外とも新規時代のままで使用されている。ありがとうございます。